皆さんこんにちは、マリサだ。今回は算数の問題の回答を間違えると先生が殺しに来るホラーゲーム、バルディーズ・ベーシックスの新バージョンをプレイさせていただきたいと思います。新バージョンだって?つい数時間前に配信されたばかりなんだけど、何やら新キャラ、新アイテム、新エンディングが追加されたみたいなのよね。ほう、それは面白そうだな。それではプレイしていきましょうか。お、スタート画面が変わってるな。スコアを競うエンドレスモードってのが追加されたみたいね。今回我々がプレイするのはストーリーモードか。ですです。始まりました。相変わらず不気味な面してやがるぜ。あ、早速前回のバージョンと違うところを発見。外の風景どうなってんだ。空にしんのすけのお尻みたいなのが浮いてるし。安定のカオスな世界観。なんかゲーム画面が若干暗くなってる?いつものようにガン見してくるな。それじゃあ問題を解いていきましょうか。問題にも変化とかあるのかね。どうだろうね。Now it's time for everybody's favorite subject. You're doing fantastic. 前回と同じ足し算引き算だけっぽいわね。それは良かったな。あんまり難しい問題出されると解けないからね。この流れだと2つ目のノートの例の問題も健在くさそうだな。装備は相変わらず幸運ね。バルディ先生って結婚してるのかな。奥さんの名前はアウディかな。自動車メーカーかい。では参ります。あ、やっぱり回答不可能な問題は変わらずか。恒例の適当回答。はい、切れた、短期、サイコパス。この顔ほんと怖い。先生が動き出したぞ。ゲーム開始ね。早く新キャラが見たいぜ。今回はクリアを目指すというよりアップデートで追加されたアイテム、キャラの確認がメインになりそうね。そうなりそうだな。新エンディングってのも気になるけど尺的に厳しいかな。ふむ、いつものルートで行くのか。安心と安全のルートでね。なんか超ハードモードやった後だと動きが軽く感じるぜ。スタミナの消費も少なく感じるわ。廊下監視員いるね。いつも通り廊下を監視してますな。前々から思ってたんだけど主人公が少しでも走ると激怒して拘束してくるくせに、縄跳び娘が廊下で縄跳びさせてても何も言わないのおかしいだろ。賄賂でも渡してるのかな?廊下監視員と縄跳び娘、怪しい関係なのは間違いない。この部屋は以前と変わりなしね。あれ、あんなところにコインあったっけ?以前のバージョンではなかったわね。なんだそのハサミみたいなアイテム。新アイテムだね。ハサミか。バルディ先生の数少ない髪の毛でも切ればいいのか?そんなことしたら間違いなく八つ裂きにされるでしょうね。我々はまだあの先生の本当の怖さを知らないからな。よし、三つ目のノート終わった。その新アイテム使ってみようぜ。選択しても反応しないんだけどどこで使うものなんだろう。あれ、この付近から聞いたことない声が。もしかして新キャラかしら?ああ、この先に何かいるぜ。ワクワク。一体どんなキャラなんだ。ってこっちに迫ってきたー。いやー。なんだあいつ。強制的に移動させられたんだけど。これはまた厄介なキャラが追加されたもんだ。どことなくバルディ先生に似てたわね。先生の親戚かな?リトライだ。ちょうど二つ目のノートが終わりました。それじゃあ冒険開始だ。今回は別ルートで行ってみようか。いつも同じだとつまらんしな。ただこのルートのマップあまり覚えてないのよねー。その青い扉は放棄の部屋か。だね。奥にアイテムがある。相変わらずうるさい放棄だ。こいつの部屋って移動速度落ちるんだな。先生にだいぶ距離詰められちゃったかな。そうでもなさそうだが。出た?さっきの新キャラだな。なんて言ってるんだろう。来たぜ。I have lost you. I don't like that. なんか喋り方がロボットみたい。ロボコップならぬロボテーターか?不気味ねー。顔はバルディ先生に似てるが体が機械化してて気味が悪いぜ。もしかしてあのロボ直進しかできないのかな?言われてみれば追ってきてないな。時折聞こえるオルゴールの音色みたいなのは何だろう。さっき入手した新アイテムを使ったのか。使い方合ってるかわからないけど、どういった効力があるのかね。扉を開けられなくするとか?どういうことだよい?使い方間違ってたのかな?それでは気を取り直してやっていきましょう。新アイテムどれも全然使いこなせてないな。そうねー。研究が必要だな。
他には新しいキャラクターいないのかしら。あの変なロボ一体かな。今のところ確認できたのは新アイテム2つ、新キャラ一体ね。こうなってくると新エンディングってのも気になるぜ。作者さん結構頑張ってるわねー。まさかここまでヒットするとは思わなかっただろう。出た？あ、捕まった。普通に動けるけど、このポンコツロボヤンキやんの？首の下にある赤い物体はこいつの心臓か？ハサミであの心臓を突き刺すこととかできるのかしら？はい、サイコパス。めっちゃ追ってきてるやん。やめろー。一体どこに連れて行く気なのよ。こいつ、謎すぎるぜ。いつまでも構っていられないわ。先に進みましょう。今回は老化監視にあまり口笛を吹かないな。全バージョンに比べて学校全体の空気が重たいわね。お、さっき使い損ねたハサミじゃないか。後であのポンコツロボ見つかってみましょ。まだ追ってきてやがる。そういえばカフェテリアはどうなったんだろう。見たところ変化はなさそうだ。あのポンコツロボの移動音が聞こえるわね。先回りとかしてこなければいいが。ポンコツだし大丈夫でしょ。よし、いないな。またコインがある。今回やけにコイン追加されてるがクリアするのにそこまで重要なのか？どうなんでしょうねー。新アイテム発見したぞ。なんだそりゃ。目覚まし時計？一時的に時を止められるアイテムとか？それは強すぎー。早く使ってみようぜ。あのポンコツロボで試してみよう。あいつどこ行ったんだ？いました。相変わらずポンコツってるな。アイテムを試すのにはもってこいの相手だ。さあこっちよー。来た来た。これでも食らえ。普通に攻撃してきてる。え、使い方違うの？それじゃあ次はハサミを。で？おお、ハサミを使った瞬間ポンコツロボが回転しだした。そうやって使うのか。これで一時的に行動不能にできるわけねー。しかしあの目覚まし時計、何の役に立つんだ。謎よねー。あ、捕まっちまったか。まあ一通りアイテム使えたし別にいいけどさ。使えたって言ってもちゃんとした使い方じゃないけどな。この音は？目覚まし時計の音だな。謎ねえ。よし、出れた。先生地下。縄跳び娘も来てる。こいつはまずいぜ。ああ、ポンコツロボまで。押すなこらー。またハサミで刺すわよ。やっちまえ。I don't like that. I see you. Friend. Oh. No. 聞いたか？ Will you marry me? こわ。このロボット今いるユーメリーミーって言ったわよね？ああ、間違いない。結婚してくださいって？あのロボット何考えてるの？闇が深すぎるぜ。またあの音だ。これは、あの動きをあんたが流してたのかい？より不気味さが無理だな。聞いた話なんだけどさ、なんだぜ。あの縄跳び娘って、バルディ先生の快楽を受けすぎて精神的におかしくなってああなっちゃったんだって。その話怖すぎだろ。もし仮にそうだとすればかわいそうだよね。ポンコツロボの写真が貼ってあるぜ。あのロボも一応教師なのかな？あんな教師がいてたまるかってんだ。生徒に手当たり次第に告白しまくってそう。にしても今回やけに静かだな、あの老化監視員。一応口笛は吹いてるみたいだけど以前のような元気が感じられないのよね。怖いな。私は目覚まし時計の効果を知りたい。お、回収しに来たわけか。だって気になるじゃん。さっきはポンコツロボに使って効果なしだったが。もしかしたらバルディ先生に使うと何か起きるのかも。ほほん。それにもう一つ検証してみたいことがあるのよね。なんだぜ。このハサミ、ポンコツロボには効果があったけど。なるほど、他のキャラクターにも使えるのかどうかってことか。そうそう、もしかしたらこのハサミを使うことで一時的に敵の動きを封じられるかもしれないしね。今放棄が敵キャラ一掃していったな。あの放棄敵にもなるし味方にもなるわね。先生来たぜ。検証のお時間です。それでは。せいや。ああ、ダメか、根本的に使い方が違うようだな。それじゃあハサミはどうだろう。縄跳び娘も来やがったぜ。どちらかに使えればそれでいい。今の見た、ハサミを使った瞬間縄跳び娘が痛そうな声を上げて逃げていったぜ。
やはりあのハサミはポンコツロボ以外にも使えるのね。それを釣れただけでも大きな収穫だ。佐藤リシンバージョンの学校を探索したが、これ以上は目新しいものはなさそうだな。だね。それじゃあ今回はここら辺でお開きとさせていただきましょうか。次回は新バージョンの別エンディングを見るべくクリアを目指してプレイか。そうだね。クリアできるといいな。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。